俺にも招待状が届いた。俺も参加する。それでは皆様、スタートです。さあさあ始まりました、マリオカートイーゆっくり実況パート7。パート7だよ、パート7。マリカー7の7だよ。え、そんなのどうでもいいだろって。いやだなぁ、前振りだよ。え、何のかって。マリカー7かガチャいました。ほらほら、見て見て、ついに買ってしまった。いやー、嬉しいね。嬉しくてしばらく眺めてましたよ。そして買ったらやっぱりプレイせねば。私のマシン、オタク仕様のイタ DSI で。あれ、なんで入らないんだ。この出っ張りが邪魔で奥まで入らないのだが。まさかこれが噂に聞く不良品でやつか。ついに私のとこにも回ってきやがったかって。ここ削るぐらい忘れずやれよ、任天堂。よし、こうならこの部分だけ切り落としてくれるわ。待て、この声は。あ、どうも、天の声です。誰だよ。マスターではなくて、霊夢さんにお知らせです。言ったよね。あ、レースが始まりますので終わってからです。なんそれ、めっちゃ気になるのだが。なんかいろいろあって説明忘れてましたが、第7レース目、100cc、マリオ鉱山です。うつ虫の苦手なコースですね。重量級使いの私としては、うおー、危ね。すごくね。今のすごくね。私ぐらいになると、あれぐらい平然とできちゃうからね。そうそう、途中だった。重量級使いの私としては、よく、落とされるから嫌いなコースです。周り見て、ゴリラばっかりだと、絶望します。このレース、ぼちぼちいるけど、この調子なら、まず落ちることはないね。そのセリフを最後に、霊夢は、転落人生になっていくのであった。おちびちゃん、邪魔だってー。だがしかし、まだ1周目、まだまだ、挽回できるはず。お、さっきの、おちびちゃん、あなたも一緒に落ちてたのね。なんか、前後の差が開いてきたな。わざと買いになって、いいアイテムゲットもいいかも。え？いや、何？え？いや、さっきのは冗談だよ。本気で順位調整しようなんて、微塵も考えてなかったよ。おう、久しぶりの、私の相棒、スターさん。ここは一挙、スター使用中に、誰かがサンダー使うよう、お願いしやす。おらおらおら、乗って、ブラッドども、スター様には、お通りでー。やっと、順位に追いついたか。やっと、スター、使えねえ。うおーおー、キラッタ。キラッタ、来たこれ。さあ、どこで使うかな。やばい、スターの特集だ。え、いや、何？いや、なんこれ。コース外に、全力で突っ込んでいったのだが、まさか、あれが噂の、裏切りのキラー、なのか？また、キラーだが、すぐさま、ドーン。え、なんこれ？圧倒的、再開。いや、これを行くのか？残りのアイテムポイントで上位に行くなんて、キラーが出ないと無理だね。キラー来い、お前かー。仕方ない。こいつで、できるだけ差を縮めなければ。だがこれ、無理だね。こっから上位とか、無理ですぎる。いや、どこかの修道が、諦めるなよ。って言ってた。私も諦めてたまるか。霊夢は、自分の心が折れる音を聞いた。このゲームは、いつから、私をいじめるゲームになったんだ。なんかもう、絶望通り越して、すがすがしい気持ちになったよ。ここで、裏切りのキラーになったんだ。最後は裏切らないんかい。キラーが、哀れみをかけているのか。なんとか、ゴールできた。圧倒的、敗北。のは、-136、痛い。こうして、熱い戦いかっこ笑いは、終わったのであった。いやー、負けた。あんな負け方あるかね。ファイさん。最後のサンダー、ひどかったですよね。ます。違います。私は天の声です。あ、はい。天の声さん。それで、お知らせって何？そう、そのことです。霊夢さん。マリオカート7は、3DS、でないと遊べません。何？
残念ながら、事実です。え？いや、でも、あいつが、マリサがね、3D モードつけなきゃ、普通の DS でもできるって。ああ、完全に騙されてますね。測ったな、マリサめ。覚えてろよ。皆様も、お気をつけましょうね。って、間違える方なんて、マスターしかいないか、わら。じゃあ、またね、バイバイ。